ただいまから行政監視委員会を開会いたします。委員の移動についてご報告いたします。さる14日までに、山下雄平君、倉林昭子君、高橋光夫君、伊波陽一君、および井ノ口邦子君が委員を辞任され、その補欠として、渡辺芳美君、吉良芳子君、塩田弘明君、高田哲美君、および三木徹君が選任されました。理事の補欠選任についいてお諮りいたします 委員の移動に伴い、現在、理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により、委員長のご指名,指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。はい、ご異議ないと認めます。それでは理事に、吉良芳子君を指名いたします。国国調査ににに関すする件についいてておお諮りいたししまま本委員会会は今期国会におきましても行政監視 行政評価および行政に対する苦情に関する調査を行いたいと存じますが、ご異議ございませんか。はい、ご異議ないと認め、作用決定いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政監視、行政評価および行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、総務省行政評価局長、白岩卓君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。 ご意議ないと認め、採用決定いたします。参考人の出席要素に関する件についてお諮りいたします。行政評価、行政監視、行政評価、および行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に参考人として、鹿児島県大和村長、伊集院玄君、明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科専任教授、木村俊介君、および中央大学法学部教授、磯崎初仁君の出席を求め、その意見を聴取することにご意議ございませんか。 ご異議ないと認め採用決定いたします行政監視行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたしますまず政策評価の現状等に関する件について総務省から説明を聴取いたします高い